マイル、やあ！これが。ジオタン、え？ああ。はい。よっしゃ、任せろ。しか。みんな。これが…あ！ああ、どうしよう、パニーニャ、どうしたらいいんだ。さっきミルクも飲んでるし、おむつだって変えたのに。もしかして俺、悪いことをしたか。慌てすぎだってば。ほら、落ち着いて。お腹いっぱいになって眠くなったから、ちょっとぐずっちゃってるだけよ。そう、なのか？体温も変わらないし、どこか痒かったり、痛かったりするわけでもないし、吐き気もない。眠たいって泣いてるの。それだけだから、心配しない。ま、勇者様も泣く子には勝てないってことなのかしらね。だってさ、仕方ないだろう。こんなにふにふにですごく無防備で、強く抱きすぎて泣かせたらどうしようとか、いつだって不安いっぱいなんだから。もしかすると原因はそれかもよ。え？抱っこしてるパパの不安がこの子にも伝わってるのかもしれないわね。そっか。この子も日に日に育って丈夫になっていってるんだから、過剰な心配はせずに優しい気持ちで抱いてあげればいいの。大丈夫、すぐになれるから。はい、寝かしつけてきたわよ。さすがお母さんだ。うん、すごいでしょ。偉大だなーって尊敬しちゃうかな。するする。では感謝とねぎらいの気持ちで肩もみしてほしいな。おっぱいあげるときに少し猫背になっちゃうみたいで、肩が凝っちゃうのよね。はいはい、それぐらいなら喜んで。ああ、気持ちいい。俺がこの子のためにできること、いずれ必ずやってくる。別れの時までに何か一つだけでいい。俺はこの子のためになるものを与えてやることができるんだろうか。大丈夫だよ。
父さん、あなたは気づいていなくても、ちゃんと俺はたくさんのものをもらってるから。だから心配しないで。やってやる。くらっ。よし。邪魔。よっしゃ、任せろ。くらっ。よし。みんなやってやる。くらっ。よし。俺の番だな。くらっ。よし。これやってやる。くらっ。みんな。よっしゃ、任せろ。くらっ。みんな。ここが…ベルデガンドにございます。へえ。ほら。やだ、もう。どうでしょうか。なあ。ああ。はい。あのね、
うむ。そうだったのか。え？ピア。もう。うむ。そんな。
ないで。いい加減にしろ。あるよ。ありがとう。ジオタン、ええ、ふむ。イエス、マスター。
おーい、ピア、ちょっといいかな。了承。ノックは無用。入ってきて。まあいいか。お邪魔しまーす。そのうち慣れる。っていうか、嗅覚が麻痺する。ピア、そっちにいるのか。こっち来て。説明は一見にしかず。わあ、いらっしゃい、勇者くん。あられもない格好で恐縮。あられもないどころか、あからさますぎるだろうが。風呂に入ってんだったらそう言ってくれれば。待たせるのよくない。それにピア、長風呂だし、ぼーっとしてる時間有益に使えばいろいろはかどる。それはまあわからなくもないけど、ピアは恥ずかしくないのかよ。このお風呂ならまあ平気。色付きだしギリギリセーフ。色付きって、この異臭の原因はこいつなのか。一体なんだよ、この酸っぱい臭気をプンプンと醸し出している風呂水は。ワインビネガー風呂は、正確には古くなって廃棄予定だった赤ワインをもらってきて、自作秘密の薬草をいろいろと加えて空気にさらして発酵させた。目と鼻に優しくないのは使用。そんな風呂によく入ってられるな。気合と根性、そして慣れ。さっきから勇者くんだって匂い気にならなくなったでしょ。確かに。でもそこまで我慢して入るってことは、なんか特別な効用でもあるのか。それは乙女の秘密。男の子の勇者くんには教えてあげない。別にいいよ。
まさか。おい、ピア。なーに勇者くん。暑い。のぼせちったから、ピア、もう、お風呂から出る。おーい、ピア、大丈夫か？床の上って、ひんやりしてて、気持ちいい。ダメだこりゃ。早くキュプラを呼んでこないと。いってらっしゃい。サイカ？すごいな。何者？なんだ？はっきり言いなさい。あ、この変態勇者。隙ありだ。ああ、どうだ、参ったか、ジオレット。さすがに武器を使った戦いじゃ俺も負けるわけにはいかないからな。一応は勇者なんだしな。まだですよ。まだ僕は参ったしてないんですから。ほほう、武器もないその状態でどうやって反撃するつもりかね。こうですよ。うわっ、危な。僕にとってはこの手足が一番馴染んだ武器なんですからね。当たるとすっごく痛いですよ。ならばこちらも素手でガチンコ勝負だ。望むところです。引っかかりましたね。え、で、ふぎゃー。武術ってのは打撃だけじゃなくて決め技や締め技もあるんですよ。僕の必殺の肩固め、さあどうだ。ほらほら、降参しないとこのまま気絶しちゃいますよ。
様？わあ、しっかりして。いや、完全に任されちゃったな。ごめんなさい、僕ムキになりすぎて苦しかったでしょう。あ、いや、なんつうか、むしろ気持ちよかったというか。ああ、締め落とされる時ってそういう感じ方をしますもんね。あ、でも武器の使えない戦いになった時のためにも、ああいう格闘の稽古もしといた方がいいって実感させられたよ。なら僕が教えてあげますよ。実戦形式の方がいい稽古にもなるし。うん、そうだな、よろしく頼むよ。さて、羽衣の修復と強化が終わったなら、お次はあれじゃな。サイクロナイズね。サイクロナイズ？乙女たちのソウルと羽衣の波長を最適化していく儀式のことよ。虹の剣の波動を用いて勇者が行うの。乙女の体のあちこちに波動を当てていくことで、ソウルの枷が解放されていくと、羽衣の力をより引き出すことができるようになるのじゃ。へえ、そんなことが。すごいじゃないですか。ねえねえ勇者様、早速僕にやってくださいよ。ちょっと待って、今聞き捨てならないことをさらっと流された気が。体のあちこちとか勇者が行うって、それってつまり。ラルクがそなたたちに触れるのじゃ。二人っきりで、密室でな。ちょっと待ってくれよ、俺そんなの初耳だぞ。それは当たり前じゃ、言うておらんかったからな。な無理です、嫌です、お断りです。こんな変態勇者にそんな。さすがにこれはちょっと恥ずかしいものがあるかな。ピアはいいけど。意味がわかってるんですか、あなたは。わかってるし、知ってたし。ジオタンとサイニャン、初耳なの？ね、耳に水です。ピアちゃんは何で知っていたの？精霊さんから。なるほどね。どういうことなんですか？オズの言った通り、私たちは今日までこのことをあえて語らなかったのよ。おかしな先入観がついて、あなたたちの修行に支障が出たら困るから。そんな、いきなり今言われたって結果は同じです。なら無理にやらねばよい。え、それってどういうこと？サイクロナイズはれっきとした儀式なの。それもとても繊細な。施術される方もする方も心乱れた状態で行うのなら意味がないわ。むしろやらない方がマシかもね。あ、心身を相手に委ねて、あえてソウルをさらけ出す覚悟がなければ無意味。そしてこればかりは強制してどうなるものでもなかろう。それは。でもそれじゃ僕たち強くなれないってことに。そういう気持ちで挑んでも効果は出ないの。厳しいけれど、それが現実なのよ。二人とも難しく考えすぎ。要は勇者くんのことどれだけ信じてあげられるか。
それだけ。うん、つまり問題なのは俺がどれだけみんなに信頼してもらえるかってことさ。うむ、そういうことじゃな。というわけでラルクちゃん、ここからはあなたの頑張り次第よ。勇者としても男の子としても自覚を持って精進しなさいな。プレッシャーきついな。でも俺頑張るよ。一日でも早く信頼してもらえるように。だから乙女のみんなもさ、きちんと見定めてくれよな。うん、その時が来ること僕楽しみに待ってますから。こちらも精進だけはしておきます。一応ピアはいつでもウェルカム。よし、頑張るぞ。ピアをじっと、登ってくる絶対領域、ラルクの二つの無こう見えてじゃないんですか。目つきがそういうとこ、男の目つきそういう、子供じゃん。そういう目つき、目つき目つき、男の姿勢の乱れは、こ男のそういうところを、目つきが目つき、子供じゃないんですから。姿勢の見るだけじゃなくて、こっち舞踏家と舞踏家と
恥ずかしい。見てるだけじゃなくて。僕のすべて。よっしゃ、任せろ。入浴中に俺を招き入れるのはさすがにどうかと思うぞ。とか言ってしっかりお邪魔してくる勇者くんも大概。俺は別にスケベ心とかじゃなくて、その前みたいにピアがおかしなことになってないかを確認しに来ただけで。湯船凝視しすぎ、説得力皆無、エッチ。でも今回は匂いないでしょ。ああ、前とは違って金色っていうか、なんかゴージャスだよな。見てて、ほら、ぬるぬる。ほんとだ。海藻を煮詰めたエキスに薬草を混ぜたピア特製バスローション、保湿効果でお肌ぬるぬる、後からさっぱりすべすべ。どれどれ。お、本当にぬるぬるポカポカだな。さてと、そろそろ出ないとのぼせちゃう。勇者くん、部屋に戻って待ってて。あとでピアから尋ねるから。ああ、それじゃあ。ちょっと待って。え、緊急事態、滑って出られない。はあ？いや、マジで危険がピンチかも。よし、だったら俺が引っ張り上げてやる。でもそんなことされたら全部見られちゃう。ちゃんと目つむっててやるから、とにかく俺を信じろ。うん、ピア信じてるから。そう、滑らないように手首同士を握って行くぞ。せーの。勇者くん、ダメ。そこは危険水域。暴れちゃダメ。目も開けちゃダメダメダメ。もう目開けていいよ。ごめんね、また迷惑かけちゃった。ピアが無事ならいいさ。とはいえ、首をギューッとされた時は本気で焦点仕掛けちまったけどな。じゃあ俺部屋に戻るから。ベトベトのままじゃ大変。その、よかったらピアのとこでお風呂使う？
いいよ急いで戻って自分のとこで洗い流すからさ。そっか、じゃあ廊下の汚れとかはせめてピアが始末しとく。いいよ、後から自分でやるさ。ダメ、それぐらいはさせてね。うん、じゃあよろしく頼むよ。そんじゃあまたな、ピア。うん、バイバイ。おっす、サイカ。あ、嫌いなんです。でも恥ずかしい。本当に？それなら。しかしすごいよな。怖かったんだそうです。ジオレット、Thank you.
切り捨てる。かっ、皆さん、やってやる。これ、よし、切り捨てる。かっ、